こんにちは、ミッキーです。今回は令和の注目店舗限定立川カフェ6選をご紹介します。東京郊外で最も主要な街といっても過言ではない立川、そんな立川のカフェをこれまでにもご紹介していますが、2020年に誕生した立川グリーンスプリングス内の店舗をはじめ、まだまだご紹介できていない魅力が多数。特に食べログ100名店にも選出されるような名店や、地元民だからこそ知るような隠れ家的な注目店舗まで今回の動画ではご紹介します。いずれのお店も誕生が最近ではあるものの、その人気を裏付ける理由やちょっとした工夫についても動画内でご紹介していますので、映像とともにお楽しみください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず初めにご紹介しますのは、食べログハンバーガー100名店2022にも選出されますオールドニューダイナーさんです。立川駅の南口から徒歩6分に位置しますこちらの店、店名の通り内装はアメリカのダイナーを思い起こさせるような作りでございまして、まるでアメリカにある伝統的なハンバーガーショップの様子。店内のインテリアに関しましても全てアメリカンライクな雰囲気になっていますので、ハンバーガーはもちろん店内の雰囲気も含めて楽しんでいただくのにとてもおすすめです。こちらの店、店主さんは目黒区の八雲にありますエースクラシックダイナーさんにて5年間の経験を積み、満を持してオールドニューダイナーさんをオープンさせています。そちらのエースクラシックダイナーさんに関しましては過去の動画でもご紹介していますので確認してほしいですし、ちなみにそのエースクラシックダイナーからのれん分けして誕生したスクーカムホットドッグさんに関しましては中目黒編の動画でもご紹介しています。さらにそちらのスクーカムさんに関しては麻布台ヒルズのクリスマスマーケットでも出店されていましたので、その味の魅力は東京都内を中心に様々な方が体験したことがあるかもしれません。さてこちらの店、注目すべきはやはりハンバーグ。パティはつなぎなしの 100% ビーフ、アメリカ産のチャックアイロールという品種を大粗挽きにして、お店で一つ一つ丁寧に炭火焼きで仕上げています。そしてこの肉厚なパティを受け止めるバンズはオールドニューダイナーさんの特注品、米麹からできるこだわりのバンズは豊かな風味も特徴でございます。そしてお店のメニューは非常にシンプル、主にハンバーガーメニューが中心になっていまして、その種類もたくさんございます。他にはノンアルコール、そしてアルコールドリンクを含めて様々な組み合わせを試すことができますので、ハンバーガーはもちろんのことをドリンクとのペアリングも探してみてほしいなと思います。そんな中この日にいただきましたのはオールドニューダイナーさんのシグネチャーメニューともいえます ABC バーガー。ビーフ 100% の肉厚でジューシーなパティに加えまして、美味しいという口コミが多いカリカリベーコン、アボカドなどが含まれておりましてボリュームたっぷり、まさにアボカド、ベーコン、チーズの ABC 3拍子が揃ったメニューになっています。こちらの店大人気店のためタイミング次第では混雑していることもあるんですけれども、なるべく早い時間に訪れていただいてお腹を満たしてほしいです。続いてご紹介しますのは立川の商業施設、立川グリーンスプリングスからアジアンビストロ第3です。立川のグリーンスプリングスに関しましては過去の動画でもご紹介していますので、今回の第3やこの後にご紹介するお店も含めまして様々な店舗の魅力に触れてみてほしいです。この第3に関しましては2020年に誕生した立川グリーンスプリングスの中でも比較的新しい2021年6月に誕生したお店、まるで一歩入りますと東南アジアの雰囲気を感じられるような空間になっていまして、店内はもちろんのことテラス席も設けられています。一応ヒーターも外のテラス席には完備されていますけれども、今の季節は少し寒いかなと思います。なので春先や秋先に関しましてはテラス席で楽しみいただくのもいいかなと思っています。そしてこちらの店はとても人気店でございまして、平日のランチタイムでも激混みなことが多いです。この日に映している様子も平日の昼間になっているんですけれども、これだけ混雑していまして、私が一人で訪れたタイミングに関しましても整理券の配布がされておりました。
ただそういった整理券の配布ですとか店員さんの案内自体もとてもスムーズでございますので、たとえ混雑していても比較的回転はいい印象です。タイ、シンガポール、ベトナムなどの本格的な現地料理から各国のビールやワインに合います小皿料理や一品料理、グリル料理まで幅広く取り揃えております。この日はランチに海南チキンライスをいただいたんですけれども、他にもたくさんの注目メニューがございます。パクチーをふんだんに使ったサラダやインドネシアの串料理、さてトリュフ入りの小籠包など、ぜひこの第3の中で楽しめるアジア各国の魅力に触れてほしいです。さてこちらの海南チキンライスランチに関しましては、みずみずしく柔らかに炊き込まれたチキンとお米がベストマッチ、ランチタイムのお腹を満たすのにぴったりの一品になっていました。1300円でドリンクも食前と食後の2回ついてきます。一度に二度のドリンクタイムを楽しめるのは得した気分にもなれますので、とてもおすすめです。続いてご紹介しますのは、2023年9月に誕生したばかりのジェラートピケカフェでございます。こちらは立川のルミネ1階にあるお店でございまして、アクセスもとても良いです。コンフォートフードをコンセプトに、フード、そしてドリンクの質はもちろんのこと、心地よい空間作りも心がけているカフェです。ジェラートピケカフェのロゴマークとシンボルカラーでありますピケブルーのスプライト型の店舗は、入る前からジェラートピケの世界観に入り込むこともできます。ジェラートピケと言いますとルームウェアのイメージが強いと思うんですけども、こういった飲食事業の展開もされているようです。注目のメニューは焼きたてのクレープ、そしてジェラートです。そんなおすすめのクレープに関しましては、店頭で一枚一枚丁寧に焼き上げてくれまして、その様子を眺めながらクレープの完成を待つことができます。土日になりますと席が混んでることもありますので、クレープをテイクアウトしていただいて、例えば先ほどの立川グリーンスプリングスの方面ですとか、昭和記念公園やイケアの方に向かって歩いていただくというのもおすすめかもしれません。ご覧のようにジェラートピケオリジナルグッズも販売されていますので、気になられた方はそちらの購入も検討してみてほしいです。またクレープに関しましては、デザート系のクレープもありながらお食事系のメニューもありますので、気分に応じて選んでいただくと良いかもしれません。さてここからはクレープの魅力をご紹介。日本で一般的な生クリームやフルーツ、チョコレートなどをトッピングしまして、具材を楽しむものとは違って生地を楽しむというところを大事にされているようです。なので具材やクリームの割合よりもクレープ生地がしっかりと味わえるところがこちらの店の特徴になっています。外はサクッとしつつも生地に厚みがありまして、内側はもちっとしている食感をぜひお楽しみください。この食感に関しましては、本場フランスのクレープの食感を再現しているということで、本格フレンチクレープとお店でも位置づけているようです。こちらの立川店に関しましては、全国で18店舗目となるジェラートピケカフェなんですけれども、多摩地区では80店ということなので、東京の郊外にお住まいの方はまずこちらの立川でお試しいただくのがいいかもしれません。また2月29日まではル・ショコラという企画で2つの種類のクレープが期間限定で登場しております。甘酸っぱくてほろ苦い、特別な気持ちを伝えるバレンタインの企画としまして、ベリーチョコレートクレープとビターチョコレートクレープが新登場しています。もしタイミングが合えばそちらも注文していただいて、クレープの魅力に触れてみてほしいです。続いてご紹介しますのは、イタリアンバーアタッチメント立川店です。こちらは2022年10月にニューオープンしておりまして、立川の中でも比較的新しい店舗です。アタッチメントと言いますのは、つなぐというイメージがありますけれども、母なる愛情という意味も込められています。そんな店名からは、親愛なる人々の信仰の場としてのイメージも込められておりまして、立川の方々がお肉やチーズをメインに楽しめるような、そんなイタリアバルとしてオープンしております。こちら地下に潜っていただいて、この扉の向こう側には隠れ家的な空間が広がっております。通りに面した入れ物の少し隠れ家的に存在しているということもありまして、地元民だからこそ知る場所とも言えるかもしれません。白い壁を基調とした店内にはソファー席の他にカウンター席もありまして、何人のホテルでも楽しむことができます。特にカウンター席があるということもありますので、お一人様のお客様がいるというのも特徴的かなと感じました。メニューとしましては、伸びるチーズとたっぷりのひき肉が詰まった大人気パスタである溶岩ミートパスタ、続いて一枚麺のカルボナーラ、そちらは好きなサイズにカットできるのが魅力で、大きめにカットしてももちもち感を味わえますし、小さめにカットしても食べやすくいただけます。いずれのメニューに関しましても、
お友達やご家族とシェアしていただきつつ、写真などを撮っていただいて SNS 等に上げていただくと2倍3倍楽しめるかなと思っています。そして店内の至るところにありますインテリアに関しましてもこだわりが詰まっておりますので、案内された座席の周辺を眺めていただいてその雰囲気も感じてみてほしいです。そして注目すべきは熟成肉、そして赤ワイン。お肉に関しましては牛、豚、羊などの定番のものはもちろんのこと、鹿やイノシシといったジビエまで日替わりで常時10種類程度のご用意があるとのこと。ワインもなんと100種類以上ございますので、ワイン100種類、お肉10種類掛け算して1000種類の組み合わせを楽しめるところも魅力なのかもしれません。あとはおもてなしも充実しておりまして、バースデー系のサプライズもあります。なのでお誕生日用にちょっと隠れ家的に楽しみたい、そんな方々にもお勧めできるかなと思います。ぜひ気になる方は SNS 等で登壇していただいて、そういったバースデープレート、そして個室の予約もしていただくといいかなと思っています。あともう一つのおすすめとしましては、魅力的なチーズ料理。栄養豊富なチーズの栄養価は牛乳の10倍とも言われております。それらのチーズを贅沢に使った料理も魅力的でございますので、ぜひ注文してほしいです。さて、そんなフードの魅力をお伝えしてきましたけれども、今回はカフェタイムでのご利用。お食事だけではなくてスイーツも人気でございます。こちらは濃厚な味わいが特徴なチョコプリンのアイスクリームのせになっておりまして、自家製のイタリアンプリンは濃厚で滑らかな口当たりが特徴的です。なんといってもプリンとほとんど同じ大きさで乗せていただくアイスクリームもボリューム満点でございました。ちなみにプリン自体は結構固めな印象でございました。こちらのプリンに関しましては抹茶プリンの味わいもあったんですけども、そちらは開店間もない14時前には売り切れてしまっていましたので、お目当てのフレーバーがある場合にはなるべく早い時間の入店をお勧めします。最後にこちらのプリンにはソースをかけていただいて味も完成。見た目的にもとても美しいので、ぜひ写真や動画等に収めていただいて十分に満足してみてほしいです。またこういったスイーツと合わせてぜひコーヒーともペアリングしてみてほしいです。ぜひカフェタイムはもちろんのこと、ランチタイムやディナータイムにもご活用ください。さて、続いてご紹介しますのはフラワーズベイク&アイスクリームという店舗なんですけども、まずは立川グリーンスプリングスの様子をご紹介していきます。先ほどご紹介しましたアジアンビストロ第3は1階にあったんですけども、これからご紹介しますフラワーズベイク&アイスクリームというお店は2階にございます。そして立川グリーンスプリングスといえば2階の様子が特に魅力的でございまして、開放感があふれる空間です。施設自体が新しいので近代的な様子もしつつもアート空間があったり、そして緑が溢れていたりと魅力たっぷりです。こちらの詳しい様子につきましては、特に立川編の第2弾でドラゴンフライバーというところと合わせてご紹介していますので、ぜひそちらのカスケードの方も時間に余裕がありましたら訪れていただいて、その立川グリーンスプリングスの魅力に触れてみてほしいなと思っています。そちらのカスケードからは立川のシンボルでもあります昭和記念公園を一望することもできます。さて、その中ご紹介しますのがこちらのフラワーズベイク&アイスクリームというところ。こちらは忘れられないフラワーエクスペリエンスができるお店でございまして、お花好きの方必見なカフェです。私の動画の中では最近青山フラワーマーケットさんを赤坂編の動画でご紹介しているんですけども、そちらを気に入る方は間違いなく気に入るような空間かなと思っています。そのお花の様子に関しましても店舗ごとで少し雰囲気が違うのが特徴的。こちらのフラワーズベイク&アイスクリームさんはお花屋さんで有名な日比谷花壇が運営しております。日比谷花壇さん自体は東京都内には38店舗ありまして、私のイメージとしては帝国ホテルのイメージが強いかなと思ってます。さて、そんなお花屋さんがプロデュースするということもありまして、店内にはたくさんのドライフラワーや花柄のテーブルが置かれています。お花好きな方はもちろんのこと、そうではない方も自然あふれる空間に癒されることは間違いなしかなといった印象です。そしてお花以外にもフードメニューも注目。ベジミートで作られたラザニアや新鮮なフルーツをふんだんに使ったアサイーボール、野菜をたくさん食べられるサンドイッチなど、お花に囲まれながら健康的なお食事をいただくことができます。お花があるだけで毎日の生活はちょっと明るく楽しいものになる、そんな魅力あるお花を飾るだけではなくて、お花を軸とした食や体験を通して手軽にもっとカジュアルにお花を楽しんでもらいたい、そしてギフトはもちろんのこと、何よりも自分の生活を明るく楽しくするためのライフスタイルの一つとして、心地よい空間でご飯を食べたり、軽くデザートにアイスを食べたり、ワークショップで新しい経験ができたりということをイメージしながら、こちらのフラワーズさんは誕生しているということです。
またこちらのお店はサステナブルを意識した環境保護にも取り組んでおりまして、温室効果ガスの削減の観点からフードメニューに使うお肉は 100% 植物由来の代替肉としているということです。ちょっと普通のお肉とは味わいが違うかもしれないんですけども、ぜひそちらも試してみてほしいです。またフードやこの空間自体はもちろんのこと、お花自体の販売やドライフラワーを使ったさまざまなアイテムも販売されていますので、ぜひ注文からメニューが提供されるまでの間はお店の中を探索しつつ、気に入ったものがあれば購入してみてほしいです。またこちらのお店では人気メニューとしてアサイーフルーツボールというものがございます。そちらに関しましては大人気のため1ヶ月ほど欠品していたということなんですけども、1月の27日からは販売再開されていますので、気になっていた方、それでも食べられなかった方に関しましては、ぜひこの機会にまた試してほしいです。そちらのアサイーボールはフルーツがたっぷり含まれておりまして、バナナとマンゴーの風味が広がっておりますオリジナルブレンドになっていました。他にもこういったビーガンドーナツやアンバターのブリオッシュ、ソフトクリームの販売もございます。2月からは期間限定のチョコレートメニューの提供もありまして、フラワーズショコラプレートでは手作りのショコラテイーヌやマカロン、いちごマスカルポーネのアイスクリームが並んだ2月にぴったりなプレートになっていますので、そちらもぜひお試しください。さてそんな中、この日いただきましたのはキューブデニッシュのフランボワーズになっています。その名の通りキューブ型で、フランボワーズのキュートな見た目が特徴的なデニッシュ。今回いただいたフランボワーズはもちろんのこと、チョコレートやアンバター、カスタードの全部で4種類ございまして、フレーバー全4種をセットボックスとしてテイクアウトすることもできます。加えていただいたのは本日のフレーバーティー。こちらは季節に応じて変化するメニューになっていまして、飾るだけがお花じゃないというキャッチコピー通り、飲んでお花を楽しむことができます。そして最後にご紹介しますのはカフェグリティアさんです。こちらの店は先ほどのフラワーズさんからも近い場所にあるんですけども、まずは先ほど映していた立川グリーンスプリングスの夜の様子を映しています。夜とは言っても先ほどのフラワーズさんから少し時間が経った様子になっています。なので少しずつ時間が経つにつれてその景色も色を変えていきますので、そういった変化も含めて昼間から夜まで立川グリーンスプリングスを楽しむというのもおすすめかもしれません。さてこちらのグリティアさんなんですけども、エステサロンに併設されているお店です。そういった背景もありまして、糖質オフやカフェインレスなど美容と健康を意識したメニューが豊富に揃っているのも特徴的な部分かなと思ってます。店内で特徴的なのは全面ガラス張りの落ち着いた雰囲気。ガラス張りの窓沿いに座っていただきますと、差し込んでくるような自然光も相まって、いただいているお食事等も綺麗に写真撮ることができると思いますので、写真が好きな方、インスタグラム用にいい写真を撮りたい方は窓ガラス沿いの席を取っていただくとおすすめかもしれません。また店内は作業用にもおすすめでございまして、お一人様でも過ごしやすいようなベンチやコンセント付きのカウンター席なんかもございます。実際にこの日もコンセント付きのカウンター席を使って作業されている方も多かった印象です。とはいえソファー席等に関しましてはゆったりと座っていただきながら長時間過ごすことができるような、そんな空間になっていますので、もちろんお友達やカップルなどで訪れていただくのもおすすめです。またこちらのカフェグリティアさんに関しましては、立川グリーンスプリングスの中でも少し奥まった位置にございますので、結構穴場的に使えることが多いかなと感じています。なのでこの日も土日に伺ったんですけども、スムーズに2人でご利用することができました。ただ作業のため結構長時間いらっしゃる方もいるので、もし空いてなかった場合に関しましてはあまり回転は良くないかもしれません。さてそんなグリティアさんでおすすめなのは、店内で1枚1枚丁寧に焼き上げます韓国で人気のクロッフル、そしてドリンクメニューになっています。他にもスフレパンケーキなども提供もありますし、今映しております通りイタリアンプリンなどをはじめケーキ類も豊富になっています。こちらの店は様々なバスクチーズケーキが季節ごとに登場することでも有名なんですけれども、最近だと新登場のふわとろバシスリーが注目ということでございまして、素朴な見た目かつとろけるようなふわっとした食感が魅力的だということなので、もしショーケース内にバスクチーズケーキのディスプレイがありましたら注文していただくのもいいかもしれません。あとランチタイムに関しましては、パスタやハンバーガー、スープなどの用意もございますので、カフェタイムはもちろんのこと、ランチタイムに訪れていただいても何かしら食べるものがございます。さてこちらはこの日いただきました自家製のイタリアンプリン、そしてドリンクセットでございます。イタリアンプリンに関しましては、滑らかなカラメルソースが染みた固めなプリン、見た目はケーキのようですけれども、この固めプリンおすすめでございますので、ぜひとも注文してほしいです。ドリンクセット、この日はブレンドコーヒーいただいたんですけれども、他にもカフェラテやティージュースなども選べますので、お好みに応じて注文してみてほしいです。さらにテイクアウトも可能でございますので、こちらでテイクアウトしていただいてグリーンスプリングスの施設内の緑あふれる空間でいただくというのもおすすめかもしれません。以上今回は令和の注目店舗限定と題しまして、立川カフェ6選ご紹介させていただきました。
最初にご紹介しましたオールドニューダイナーさん、こちらは食べログ100名店になっていますので、ハンバーグ好きの方気になっていますし、その後にご紹介しましたアジアンビストロ第3も大人気の店舗になっています。他にご紹介した店舗に関しましては、タイトルの通り2020年以降に誕生した店舗ばかりになっていますので、もし知らないところがありましたらぜひ訪れていただいて、その魅力に触れてみてほしいです。カフェグリティアさんは作業向けにおすすめですし、イタリアンバーさんはサプライズだったりとか、あとはディナーにもおすすめな隠れ家空間になっていましたので、皆さん立川に訪れる用途いろいろあると思うんですけども、その用途ごとにこれらのお店を使い分けていただくことで充実したカフェ巡りにすることができるかなと思います。以上ミッキーでした。ありがとうございました。